西之表市の占拠が始まり、結果によっては馬毛島の基地計画にも影響を与えると見られているよ。中国の脅威を考えると待ったなしの案件だし、今更反対なんてつべこべ言わせず、さっさと進めろという過激な意見もあるようだな。さて今回は馬毛島基地計画の反対派や賛成派について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2021年8月6日、防衛省がアメリカ軍機訓練及び自衛隊基地を建設予定の鹿児島県西之表市にある、馬毛島に整備する港湾施設など基地施設のイメージ図を公表したことが話題になったよ。これまで公表していた滑走路や島内施設に加え、出雲型護衛艦などが入港できる仮設桟橋3本などがある、大規模艦船係留施設の建設が新たに加えられていたためだね。この馬毛島は種ヶ島の西方 12km にあり面積 8.2km2、周囲 16.5km の低地で平らな無人島ですが、2005年平成17年の国勢調査によると、ダストンエアポート社という企業当時は馬毛島開発の従業員15人が住民登録されていて、有人島扱いになっているんだ。その後、2007年頃からアメリカ海軍第7艦隊の空母艦載機による陸上空母艦載機離発着訓練、FCLP フィールドカーリアーランディングプラクティスの候補地として上がるようになったな。そして2010年、防衛省は馬毛島を自衛隊施設として使うことを想定し、滑走路整備による航空基地としてだけでなく、上陸演習場事前集積拠点としての利用、災害派遣時の物資集積場としての使用計画を立案し、種ヶ島などで地元説明会を開催したぜ。聞くところによれば、2011年平成23年には馬毛島開発のオーナー問題やダストンエアポート社による滑走路建設などの事業が原因で様々なトラブルが発生していたんだけど、日本政府が間に入って、アメリカ海軍の FCLP 訓練候補地として日米安全保障協議委員会にプラス2の公文書に表記し、2018年平成30年には防衛省が馬毛島を海上航空用自衛隊の拠点として活用する方針を発表したんだ。この間、東日本大震災という最大の天災や民主党から再び、自民党へ政権交代があったが、この件については問題なく継続していたということだな。2プラス2の方針では出雲型護衛艦に艦載する予定で宮崎県のニュータバル基地に配備される F-35B 戦闘機の離発着訓練に利用し、さらに海上自衛隊鹿屋基地の P-3C や航空自衛隊ニュータバル基地の F-15J を展開させるほか、沖縄本島の航空自衛隊那覇基地に配備されている F-15J を有事に分散配備する先として利用することなどが盛り込まれていたよ。住民からすれば騒音計画とも言えるようなものだったわけだ。防衛省は当初の計画通り、アメリカ軍空母艦載機の FCLP にも利用するため、航空自衛隊の F-15J 戦闘機を使用して FCLP で使用する空路近辺での騒音測定を2021年5月に行って、その測定結果を公表し、各自治体に対して説明も実施したんだけど、住民の多くを占める高齢者の方々がその内容を理解したとは到底思えないんだよね。種ヶ島の西之表市では2021年1月の市長選挙で基地整備に反対する矢板氏がわずか144票差で当選したよ。今後の馬毛島基地計画の推進を懸念する声が上がったんだけど、西之表市議会は、自衛隊施設誘致賛成の姿勢を示しているから、この先については、市長と反対派の市議 VS 推進派の動きが注目されるところだろうね。すでに種ヶ島島内の3市町村の中で、中種町と南種町は町民も町議会も自衛隊施設整備に賛成しているぜ。現在防衛省では陸海空それぞれが、馬毛島での各種訓練計画を立案し、150から200名の隊員を常駐させる予定になっているらしい。そのため種ヶ島に宿舎を建設して、家族を帯同させ、保守管理に必要な最低限の隊員以外の基地隊員は、種ヶ島の宿舎から定期船などで通勤することになるみたい。この移設によって過疎化が進む種ヶ島2000人近い若い世代の人口が増えると見込まれるんだって。それは地域の活性化には望ましいことだし、基
地や宿舎で消費される食料品や生活必需品は地元で購入することになるはずだから、島内経済の活性化にも大きく貢献すると期待する意見があるよ。そういったことを判断して、種子島全体としては自衛隊施設整備を歓迎していると見る向きが多いのは当然かもしれないな。2021年8月6日に防衛省が発表した馬毛島基地のイメージ図で印象的なのは、島の東側の海岸線に3本の桟橋などの艦船の係留施設設置計画が記載されていることだな。これによって19,950トン、全長248メートル、全幅38メートルの出雲型護衛艦の接岸入港が可能になるものとみられるよ。その係留施設は桟橋の他に、防波堤や小波堤が建設される予定で、大量の物資搬入や人員や燃料の海上輸送には、必要不可欠なのだが、これらが沖合1300メートルまで延長されるということに漁業への影響が懸念されるわけだ。工事資材などの運び込みのために3本の仮設桟橋が設置される予定で、内訳は500メートル級が1本、700メートル級が2本ですが、これらは当然ながら工事終了後に撤去される予定だぜ。イメージ図には他にも滑走路に沿って駐機場スペースと関連施設、管制塔などの飛行場支援施設、訓練施設基地要員と訓練人員の生活スペース含むなど以外にも、航空機格納庫、燃焼弾薬庫、揚陸施設なども配置されていて、万が一の有事にもいつでも対応可能というくらい整っているという人もいるらしい。冒頭でも述べた通り、馬毛島はもともとアメリカ海軍空母の FCLP が行われる施設として利用する目的の場所だったんだ。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは、乗組員の休養や補給整備のために、年に数ヶ月は横須賀に寄港しているんだけど、その間艦載機パイロットは空母着艦資格維持のため、陸上の飛行場での FCLP の実施が義務付けられているみたい。平時の場合、年に1回または2回の訓練を5月か8月に実施しているようだな。FCLP について説明すると、空母出航直前に集中して実行するもので、陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返す訓練だね。ネックになるので夜間離着陸訓練 NLP で騒音問題が発生しているんだ。当初は横須賀を母港とする第7艦隊の空母艦載機が厚木基地を陸上基地としていたため、横田基地などと併用で実施されていたが、騒音問題によって1991年平成3年8月からは、小笠原諸島の硫黄島基地で実施している現状ってわけだ。しかし、厚木基地から硫黄島基地までは 1000km もの距離があり、アメリカ海軍パイロットの疲労や航空機の疲弊、燃料消費などによる経費増大への懸念からアメリカ側は不満を持っていて、2017年に空母艦載機が山口県の岩国基地に移転してからもこの近辺での FCLP 実施を要望していたということらしい。距離の問題だけでなく、硫黄島には現在も活火山があるので地面の隆起が激しく、滑走路や施設の補修に手間と経費がかかるんだよね。だからこそアメリカ海軍は岩国基地より近い馬毛島での FCLP を期待しているわけ。馬毛島の面積の 99.6% はすでに国が購入済みのようで、残りわずかな部分は、かつて島民がいた頃に建設された学校などで、西之表市が所有しているぜ。この私有地を焼いた西之表市長などの反対派が拠り所にしているし、島内の固有種であるマゲシカの絶滅危惧を訴えるなどして自衛隊施設建設を拒絶すると思われるな。しかし、基地賛成派からすれば、種が島内の2町や鹿児島県が施設整備に賛成の意を表しているから、この反対は大きな障害にはならないだろうと見ているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。またもや海上自衛隊がシードラゴン2024で優勝したね。海事 P1 哨戒機部隊が異例の優勝2連覇達成を成し遂げたことになるな。今回はそんな海事の P1 哨戒機の売り出しが決定した件と、それに伴う国連の反応について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。
2024年1月24日、米海軍が年に1回開催している、固定翼哨戒機による多国間共同対戦訓練シードラゴン2024に参加していた海上自衛隊の P-1 哨戒機を運用する、対戦哨戒部隊が対戦哨戒任務の技量において、2年連続で第1位となる快挙を達成したよ。このシードラゴンとは固定翼対戦哨戒機部隊によって実施される多国間における共同訓練として、2019年から米海軍が主催して年1回グアムのアンダーセン基地を拠点に開催されているね。そこでアジア太平洋地域の西側同盟国の海軍及び空軍の固定翼機対戦哨戒部隊が集結し、主に対潜水艦船アンチサブマラインウォーフェアエースダブルの訓練などが実施されるんだ。このエースダブル訓練では米海軍の原子力潜水艦が仮標的とされ、その探知から追跡を行って攻撃するまでの対処に関して、集まった各国の哨戒機部隊がそれぞれ270時間以上の飛行時間を費やして訓練演習が実施されるというものだな。エースダブル訓練の公開されている内容としては、対戦哨戒機が上空から投下したその部位を用いて目標潜水艦を探知した後、追跡しつつ解析を行いながら最終的には爆雷や爆弾あるいはミサイルなどで攻撃するという想定となっているぜ。それらの戦技を競うためにポイント化し、総合的に評価した上で訓練期間を通じて最高得点を獲得した国の、哨戒部隊が最優秀部隊として表彰されるわけだが、そのチャンピオンの証としてドラゴンベルトが対象チームに授与されるってわけだ。またシードラゴンではエースダブルを実践する訓練演習の他に、座学の時間も設定されていて、各国から参加しているパイロットや飛行士たちが、それぞれの所属部隊におけるエースダブル実施計画や、運用している固定翼機の性能やその部位などの性能を披露し合いながら、実際の運用や戦術についてのディスカッションなども行っているみたい。要するに参加する各国の哨戒機部隊は、単に競技として競い合うだけでなく、同じ任務に就く対戦哨戒部隊同士の間において友好を深めることも目的とされており、訓練時間以外の自由時間においても各国のクルーたちは積極的に他国のクルーとの間で、敵国の対戦哨戒や偵察業務についての情報交換などを行っており、そのことが信頼を深めつつ技量向上にもつながっているぜ。今回実施されたシードラゴン2004も例年通りで米海軍主催のもと、イギリス、フランス、カナダ、インド、韓国、そして日本の7カ国が参加して対戦哨戒の技量を競い合い、2024年1月8日から24日にかけて実施され、昨年のシードラゴン2023に参加して第1位を獲得した鹿児島県にある鹿屋基地所属の、第1航空隊第11飛行隊に続いて、神奈川県にある厚木基地所属の、第3航空隊第31飛行隊が参加して2年連続の第1位を獲得したよ。厚木基地からは訓練のために P-1 哨戒機1機と約40名の隊員を派遣し、今回の優勝に伴って同航空隊には最優秀哨戒部隊の称号として、ドラゴンベルトと呼ばれるチャンピオンベルトが授与されたんだ。固定翼哨戒機として2連覇を成し遂げた海自が運用する P-1 哨戒機は、防衛省技術研究本部と川崎重工業による共同開発で誕生したターボファンエンジン4機の固定翼対戦哨戒機であり、それまで海自が長期にわたって運用していたターボロップ式の P-3C 哨戒機の後継機として開発され、2013年3月に運用開始以降、2021年までに42機が配備されていて、最終的には70機を調達する予定だね。P-1 哨戒機の機体は川崎重工業が主体となって開発製造をしているんだけど、各部分においては三菱重工業が中胴と後胴を担当し、主翼と垂直尾翼は SUBARU が担当しているほか、その他の一部を日本飛行機が担当するなど、自衛隊の防衛装備品製造に関する企業が団結して共同開発した集大成となっているよ。しかも4機のエンジンには IHI が開発製造しているターボファンエンジン XF70 が採用され、またアビオニクスにおいては操縦系統と各種センサー類や精密電子機器との間における互いの干渉を避けるため、光ファイバーを使用したフライバイライト通称 FBL 方式が採用されたぜ。
この FBL の採用は実用機としての試みが世界初となっていて、このことによって機内配線の軽量化や消費電力の低減も図られたらしい。オートパイロット自動操縦においても、従来の P3C 哨戒機では高度を維持する程度の機能しかなかったが、旅客機並みの自動操縦に加えてトリム操作や当て舵の自動化など、長時間巡航することが多い哨戒機に適した操縦アシスト機能まで大きく進化しているよ。また P1 哨戒機の対潜哨戒用その部位は、胴体下部にある視脚格納部分の後方に38個装填されているが、その透過用その部位の格納部分には機体内部からの再装填を可能とし、そのうちの一部はロータリー式ランチャーによる自動装填となっており、機内に搭載されている96個のその部位を簡単かつ即座に透過することができ、こういった部分においても乗員の負担が大幅に軽減されたんだ。そして探知した潜水艦を攻撃する際に使用される兵装に関して、空対艦ミサイル91式空対艦誘導弾及び AGM-84 ハープーンなどを搭載でき、防空用の空対地ミサイルの AGM-65 マーベリックも主翼下部にある8カ所のハードポイントに搭載可能であるほか、機首の下には爆弾クラがあって対戦爆弾や単魚雷などを最大9トンまで搭載できるなど、強力な攻撃能力も持っているため、有事の際にも活躍することは間違いないぜ。これらに加えて、長時間となることが多い対戦哨戒任務における乗員の疲労を少しでも軽減するため、機内には乗員のための休憩スペースやトイレを備えたギャレー区画というものが確保されており、P3C などでは搭載されている精密機械に電磁波が影響を与えることを理由に、搭載されていなかった電子レンジも設置され、乗員がいつでも温かい弁当などの食事や飲み物を取ることが可能となっているな。ただし、昔から海上自衛隊では食事や休憩は乗員の自席で取る習慣があるため、普段の任務において休憩スペースが利用されることはないらしいよ。さらに P1 哨戒機では、対潜哨戒という種任務の他に災害救助派遣任務にも、運用することができる設備や装備が搭載されており、災害時の急患搬送なども対応可能とし、機首近くにある広いスペースは急患用のストレッチャーを固定できるように設計されており、そこでは同乗した医官などの医療従事者が活動する空間が確保され医療行為が可能となっていて、多目的に使用することも想定されているんだ。確かに量産が始まって間もない P1 哨戒機ではあるが、近年では中国の潜水艦の性能が高まって静粛性も向上しているらしく、情報融合能力を有した戦闘指揮システムにレーダーや光学及び音響センサーの信号処理技術の研究開発が進められていて、常に日本の領海を守るための対潜哨戒能力の向上が図られているからな。防衛装備移転三原則が策定されたことにより、優秀な P1 哨戒機の海外輸出を試みる動きが以前から見られていて、これまで P3C などを導入していて後継機種を探している国を中心に売り込みが実施され、官民共同で海外の航空ショーや見本市などに出展しているんだけど、現時点ではアメリカの P8 との競合に負け続けており、このシードラゴン2024での2年連続優勝という実績がどれほど貢献するかが注目されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ようやく F3 戦闘機の輸出に対する公明党との合意が成立したね。これに伴い、15カ国限定での輸出が開始され3月26日に閣議決定されたな。今回は15カ国輸出を可能とした次期戦闘機の話と日本の戦闘機配備の行く末を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本、イギリス、イタリアとの共同開発が進められている次期戦闘機 F3 を防衛装備移転三原則に則って行われる第三国への輸出について自民党と公明党の間で同意が得られていなかったんだけど、次期戦闘機については輸出先を国連憲章に沿った移転協定などを結んだ国のみとすることを柱として検討することで、これまで輸出に難色を示していた公明党が要求していた歯止め策として提示したことで合意を得たよ。
そして、2024年3月15日に自民党の都会政調会長と公明党の高木政調会長が会談をして、公明党側が歯止めを設けることで輸出を容認する合意が得られたことを表明し、両政調会長は私たち与党の方も、こうやって合意をしたからには説明責任を負うということで、しっかりとした説明を自民党と公明党で国民の皆様方にして参りたいと述べたんだ。この政府与党の合意によって3月26日に閣議を開き、第三国への次期戦闘機の輸出を容認する方向性を閣議決定で示し、国家安全保障会議 NSC を招集して、正式に次期戦闘機における防衛装備品移転三原則の運用指針を改正したね。この運用指針によって次期戦闘機の輸出ができるようになったのは、日本が国連憲章に沿って防衛装備品の移転協定をすでに交わしている。アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデン、オーストラリア、インド、シンガポール、フィリピン、インドネシア、マレーシア、ベトナム、タイ、アラブ首長国連邦 UAE の合計15カ国だな。政府ではイギリスとイタリアを除く、これら15カ国から次期戦闘機導入の打診があった場合、戦争や紛争の当事国でないことを条件ではあるが、個別に与党間で協議を実施した上で閣議決定により承認していく方針が打ち出されたぜ。具体的に説明すると、厳格な意思決定のプロセスを進めるために政府が輸出を可能とする場合に加え、実際に戦闘機を第三国に輸出する際にも閣議決定するほか、この方針の対象は次期戦闘機だけに限られ、輸出先を前とした15カ国に絞るとともに戦闘が行われている国には輸出しないというものだね。さらに今後、新たに日本と移転協定を交わした国への輸出も可能になる予定であり、これによってイギリスとイタリアが抱いていた次期戦闘機共同開発に対する悪影響への懸念が払拭されるんじゃないかな。また、自民党内においても日本政府が次期戦闘機の輸出を拒んだ場合には、日本が提供する最新技術が見返りなく奪われるだけでなく、将来の他国間における防衛政策に大きな禍根を残すことになる、と指摘されていたが、歯止めがつけられたものの輸出への道が開けたことで安堵する声が広がっているらしい。これに対して野党からは15カ国に絞ったと言っても新たに協定を結ぶことで輸出国を増やすことは可能であり何の歯止めにもならないだろう。戦闘が行われている国には輸出しないというが、輸出後に戦闘が行われたケースはいくらでもあり、これもまた歯止めにはならない、と指摘されており、今後も政府と自民公明両党は国民に対する丁寧な説明が必要だろうな。次期戦闘機の開発は、共同開発機関が今年の秋頃までに発足される方向で最終調整に入っているけど、本部はイギリスに置かれて組織のトップは3カ国から交代で就任することが決まっていて、最初のトップには日本人が就任する方向で進められているみたい。2024年12月9日に日本、イギリス、イタリアの3カ国の政府から、次期戦闘機の開発においては、グローバル戦闘航空プログラム GCAP と称されるプロジェクトが立ち上げられ、これまで日本が進めていた、次期戦闘機開発計画とイギリスとイタリア及びスウェーデンの間でユーロファイタータイフーンの後継機として、共同開発が進められていた BAE システムズテンペスト開発計画が統合され、共通の戦闘機を共同開発することが発表されたよ。現時点でスウェーデンは共同開発計画には参加していないけど、この GCAP に各国から参画する日本企業として、次期戦闘機開発計画においてもともと契約の主幹であった三菱重工が新たに主契約者となって機体を担当することになったほか、IHI がエンジン、三菱電機が電子機器を担当することが決定したんだ。また、イギリスから参画する企業として、機体については BAE システムズ、エンジンはロールスロイス、電子機器はイタリアのレオナルド S.P.A のイギリス法人がそれぞれ担当することになったぜ。一方でイタリアからはレオナルド S.P.A とアビオエアロが開発に参加するほか、次期戦闘機用のミサイル開発として、イギリスに本社を置くヨーロッパの武器製造企業である MBDA も参加する予定だな。さらに日本、イギリス、イタリア各国政府から、前とした GCAP を推進させるための政府間組織を、
今年の秋頃に発足させる方向で最終調整に入ったと報じられていたが、その共同開発を管理するために、設立されることになった国際機関 GIGO の設立条約が、昨年末に署名されたことが各国政府から発表されたようだ。GIGO は本部をイギリスに置き、当初の組織のトップには日本人が就任する方向で調整しており、2024年内に正式合意する見通しとされているよ。また、次期戦闘機開発の中核となる日本の三菱重工業とイギリスの BAE システムズに加えてイタリアの、レオナルド S。プ。A も、この GIGO からの指示に基づいて機体の設計や製造などを担う、共同企業体 JV を立ち上げるらしく、この JV も本部機能はイギリスに置かれ、こちらの初代トップにはイタリア人が就任する方向で進められているね。なお、GIGO と JV それぞれのトップについても、数年ごとに参加国が交代で務めることになっているぜ。今回 GIGO や各国企業による JV に関する組織トップの持ち回りなど、表向きは参加国のバランスを取った形となっているものの、両組織の本部がイギリスに置かれたことについて、これまで日本政府が次期戦闘機開発において掲げていた、日本主導の開発という大きな理念が後退する可能性があると指摘されているね。3年ごとにトップが交代しても本部がイギリスにあるため開発の主導権をイギリスに握られるのではないかと、懸念を示す軍事評論家も出てきているが、これまでの戦闘機開発の経験から見て、三国の主管企業の中で、ノウハウが最も集積されているのは BAE システムズであるので仕方のない気もするよ。今後、GIGO では機体設計に求められる要求項目などを整理し、JV に設計や製造などを発注する運びとなり、防衛省は来年度予算の概算要求の中に共同開発機関の運営拠出金を計上し、イギリスとイタリアも同程度の金額をそれぞれ負担する方向で調整しているみたい。また、次期戦闘機における各国の要求が違ってくる可能性があることを指摘する声が一部の軍人評論家から上がっていて、空自における次期戦闘機の位置づけが F2 戦闘機の後継であるとすれば対艦攻撃能力が必要となるが、共同開発で作られる次期戦闘機にそれが盛り込まれるかは不透明らしい。しかし、このことについては仮に次期戦闘機が空戦能力重視の制空戦闘機であったとしても、空自が現在納入を進めているアメリカのロッキード・マーティン製の第5世代ステルス戦闘機 F35 ライトニング2が、制空戦闘のみならず対地対艦攻撃も兼ね備えられている多用途戦闘機であるため問題はないだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。